こんばんは。というわけで、今夜は毎日おしゃれ可愛いセンシルのお時間です。いや、なんか結構久々な気しますね。ねえ、いや、シャイニングタワーショックから、早何日。ねえ、いかがお過ごしでしょうか。というわけで、今日も見ていただいてありがとうございます。ねえ、今日も見てくれた君、愛していますよ。ねえ、こんなことを汚なく言っていけるメンズになっていきたいもんですね。というわけでですね、背景や、コーデが、なんかすごいゴージャスになりましたね。ね、先日シャイニングタワーにフル挑戦した時にいただいたですね、いろんなポイント。ね、こちらのポイントでですね、髪型を交換させていただきました。交換させてって今噛んだ気がするな。交換させていただきましたよ。ね、いいよね、こういうなんかね、ぶっかかったヘアスタイルね。ね、そして背景の方はですね、お出かけで入手しました。地味にお出かけに向かっているという感じですけれども、意外とお出かけ侮れないよね。忘れがちなんですけれども、でそんな感じで今日も私のプロフィールを見てから行きますか。でこちらの方に名前とマイコードが載っておりますので、よかったらですねフレンド登録してみてくださいね。最近はですね、ここ最近の動画っていうかではずっと言ってるんですけれどもね、本当にフレンド登録していただけることが多くなりまして、動画見ていただいてると嬉しいんですけれどもね。というわけでガチャ見ていきましょう。確かね、新ガチャが出ましたよね。絶対に働きたくない。復刻、絶対働きたくない人のコーデということでですね。なんかこのキーボードの、この、なんだろう、ボタン以外の色の緑のところ、ちょっと、こう、ん?もしかしてあの人のカラーじゃないって思うよね。あの人のカラーじゃないって思うよね。謎の音楽彗星。トイレ一回引いていきましょう。YouTube 界広しといる初音ミクさんの真似をする男子は私ぐらいだよ。すげえ T シャツ。ねえ、こういう T シャツ結構なんだろうね。アニメグッズさんのお店とかに売ってんのかな。あまりね、私はわかんないですけども。通販とかで売ってんのかな。たまにね、見かけますね。ねえ、なんかこう言ってるそばからまたフレンド登録いただきました。ありがとうございます。ねえ、今登録飛ばしてくれた君ありがとう。さあ、というわけで今回はどうしよっかな。シャイニングタワーやりますか。前回ね、こうガリガリやった反動でですね、なんだろう、ハートとか、コインとか、アイテムがもう軒並みなくなってしまったので、今ね、貯めるフェーズです。前回のね、やった感じだと、1位取るんだったらもう緑リーグ。で、1位取るんだったらやっぱ20万コインぐらい欲しいね。ねえ、とか言ってたらですね、コメントの方で、リーグで1位取りましたみたいなね、コメントいただきまして、いや、すげえなと思うんですけどもね。いや、すごいよ、本当に。はいはい、すごいすごいみたいな感じじゃなくて、本当にすげえと思うよ。ねえ、先週ね、本当にがっつり、シャイニングタワーをやったからこそわかる凄さ。ねえ、私に、8万コインとアイテム300個使って全然でしたからね。最終順位13位ぐらいでしたからね。ねえ、だからマジすげえと思う。どうやったらそんな稼げるのかな。さあ、対して今、赤リーグ、何?コーラルリーグだっけ?の2日目、あと1日なんですけれども、なんかミントリーグに比べるとそんなに点数1位の方も、あれだね、2400点ぐらいだもんね。確かミントリーグの時1位の2日目ぐらいで4000点ぐらいだった気がするんだけどな。激戦区なのがあれなのかな、ミントリーグなのかな。ねえ、なんかちょっと、そんでもちょっとここ頑張ればあれじゃない、コーラルリーグに残留できそうじゃない。コーラルリーグを維持しつつアイテムとコインを貯めていけたらいいかな。なんか10ポイントぐらい稼いだら、コーラル残れそうじゃないこれ。ちょっと、アイテムはつかないでいってみますか。さ、おすすめコーデ。
いやー、さっき聞いたアイテムが早速ここで役に立つとはね。スリッパ。スリッパ？スリッパ持ってない。いえー、この選手会でも随一の靴を持っている私が、スリッパ持ってないとは。スリッパってどうで手に入るんだろうな。普通の靴しかないけど。とりあえずなんかシンプルな上着か何かつけますか。こっちの方が終わるね。あと帽子とかかな。これシンプルなのかな。すごいなんか行動的にどうかなって感じなんだけど。ねえ、前回パターンでいくとコーラルでも13、14万点取れれば、ね、勝たせていただけると思うんですけども、ちょっと今手持ちのアイテムで14万点いかなそうだな。これどっちも変わんないな。なんか指導アニメーションだよこれ。マスクにしますか。なんか特殊なこの手の向きっていうかにしてるとアイテム追加してもあれだね。いやーでもトータルスコア12万7000か。ちょっと微妙だな。ねえ、アイテムもう壊滅的にないもんね。いやーなんか300つげで600個あったのかなぐらいあったんですけども、足んなくてもう一回買ったもんね。さ、勝てるかな。なんかね、前回あとコーデのなんだっけ、テーマ的にセクシーアイテムがね選ばれる時があったんですけども、セクシーアイテムね私あんま持ってないんですよね。お、なんとか勝てた。やったぜ。これでコーラル残留じゃない。いやー、そうそう甘くないでしょ。前回もね、10位圏内ぐらいの方はね、なかなかこうバリバリやってるっぽい感じの点数の方ばっかりでしたけどね。そうだね、やっぱり10位前後ぐらいまではバリバリやってるっぽいっすね。ねえ、しかしこのコーラルの上ってなんだっけ、ラベンダーリーグか。あ、そうだ、コーラルのメッセージ読んでなかったね。読んでみますか。コーデバトルしてると自分の得意なコーデが分かってくるよね。私はやっぱりキュートでフェミニンなコーデが好きだな。でもかっこいいコーデにももっと挑戦して苦手を克服しないと。でもあんたのね、かっこいいコーデってね、サイバー戦がいつもね、かっこいい系コーデですけどね、え、サイバー戦みたいな感じのこうコーデなのかな。ねえ、ちょっと見てみたいですけどね。でも今までのなんかこうなんだっけ、ゆめちゃんタイプのキャラクターでなんかかっこいい系のコーデっぽい方もいたんじゃないのかな。 いたっけかな。バニーガールとかかっこいい系って言っていいのかな。セクシー系なのかな。ねえ、ちょっとこう一回ね、一通り見てみたいですね。そんな感じですけども、さ、そんな感じで今回ここまでです。いやー、でもほんとすごいっすね、1位取るってね。いや、ほんとにね、私バリバリやって全然届かなかったので、いやー、どうやったらいけんのかな。結構ね、コメントの方でいい順位になりましたみたいなね、コメントいただくんですけれどもね、とりあえず私は今コインとかをバリバリ貯めていきたいですね。というわけでここまで見ていただいてありがとうございます。ねえ、また次の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。